ジュジュです。ヨッシーです。ニュースで韓国語です。韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日本語、韓国語、時にちャンポンでおしゃべりするポッドキャストです。こんにちは。ニュースで韓国語です。今日は漫画編です。今日はですね、ゲストをお迎えしました。えー、ドキュメンタリー映画、限界灘の落ち葉という作品を、えー、撮影したドキュメンタリー映画監督、 という紹介でよろしいんでしょうかまだ完成なので、なんか、<laughs> <laughs> それはちょっと恥ずかしいんですかねはい。<laughs> はい、あの、後ほど紹介しますけれども、えっと、武蔵野美術大学の今4年生ですかね。はい。で、えー、限界たの落ち葉という、えー、ドキュメンタリー作品を、えー、と制作しました。イオンゴンさんです。はじめまして、えっ、ー、と、限界灘の落ち葉っていう、 映画、ドキュメンタリー映画を作っていただいた、えっ、ー、と、イーヨンゴンと申します。よろしくお願いします。はい。イーヨンゴンさん、私、えー、この限界なの落ち葉という作品を、ツイッターでたまたま告知がありまして、武蔵野美術大学の卒展で上映されてたんですけれども、告知があったので見に行ったら、とてもいい作品になったので、ちょっと今回わざわざお願いして、えー、新宿まで出てきていただきました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。なんか遠いところを。 あの、ムサビっていうものはすごい遠いところだったんですけども。<laughs> でもあれはなんか、1時間半かけて見に行った回があったなと思いました。よかったです、本当に。いや、わ、わざわざ来ていただく方が本当に多くて、なんか静岡から来ていただく方もいらっしゃったので、へそういうのが嬉しくて嬉しくて、もう感謝の気持ちにしかないです。はあ、静岡から。それはすごいな。では、どんな作品なのかというのを簡単に、えー、説明しますと、あの、 1980年代に韓国でプロ野球が発足するわけなんですけれども、この時代にあの、実は日本で活躍した在日韓国人のプロ野球選手が海を渡って韓国のプロ野球チームにたくさん入団するんですよね。そうですね。割と多くの方が入団されてて、まあっていうのは、やばいえと、韓国野球ができた頃、まだちょっとプロとしての基本が成り立ってない頃に、 ちょっとそれを拭わしてやりたいという気持ちでかん、えー、と警備をいわば韓国野球委員会で計画を立てていろんな方を招いていただいた感じなんですねうんうん、うん、そうですねその頃は実はまだ韓国のプロ野球って外国人選手が入団できなかった時代だったので,で,で外国人選手がいなかったからということなのか在日韓国人ならレベルが高いだろうということなのか <laughs>、えー、とにかく いろんな選手が入団したんです。あの代表的なのはやっぱり三浦貴生っていう。そうです、ね。あの、私も現役時代覚えてますけれど。<laughs> あの、巨人から、と、どこだっけ、サムスンライオンズ。そうです。ね、サムスンライオンズ。に入団して、大活躍して、その後。えっ、ー、と、韓国からまた日本に戻ってきて、今度は太陽ホエールズで、投げていた人ですね。はい、はい、そうですはい。とか、えー、いるんですけれども、その中の一人で。えっ、ー、と、福士高明。 福士博明。はい、福士福士明。福士という選手がいました。あまり聞いたことのないかもしれません。選手の、えー、生涯を追ったドキュメンタリーです。これが実に、<う>なんともいろんなことを考えさせてくれるというかですね。おいおい、この話をしながら内容を紹介していきたいなと思いますけれども。はい。福士選手は、えっ、ー、と、どんな選手だったんですかね。 四号さんの方からちょっと説明してもらいましょう。はい。えっ、ー、と、福士選手って、いわば、日本の名門チームである、読売ジャイアンツに入団するわけなんですけれども、その時から、話題になった、えっ、ー、と、指名外で入団されるわけなんですね。うん、なぜかというと、国籍が、その時はまだ韓国の国籍、うん、いわば在日選手だったので、うん、日本のプロ野球の規約に、その時はまだ、日本人だけが指名を、 されることができるっていうような形だったので、それを狙って指名も全部取って、それ外に、まず、読売ジャイアンツに入団するわけなんですけれども、一緒に入団された方が三浦選手なわけなんですね。でもまあ、活躍その時はまだまだされてなくて、まあ、いろんなところ、例えば南海ホークスとかを立てて、結局、広島東洋カープに渡って、でもなんか大活躍をその時からできるようになって、 で、広島カープの初の優勝に貢献されたような選手なんです。うん、ちょうど82年に韓国のプロ野球ができたので、うん、その時に渡って、当時最も弱いチームであった三味スーパースターズっていうチームに入団されるわけなんです。うん、で、まあ、えっ、ー、と、伝説の30勝って言われているんです、ね。はい。1シーズン30勝という不滅の記録を打ち立てたわけですよね。はい。今韓国でよく言うことは、ああいうのはもう、 成し遂げちゃいけない記録だっていう。風に言われてて、うん、もうシーズンの半分以上を投げたわけなんですから、うん。まあ今はあの先発ピッチャーはローテーションが確立しているので、まあ日本でも週に1回。あとまあ大リーグでも。 大リーグでも中4日、中5日っていうね、感じなので、その、さすがに、確かシーズン100試合とかで30勝あげようと思ったら、半分以上投げないといけないわけで。そうですよね。うん、今言わば30勝だけじゃなくて、16敗もあって、うん、6セーブも入っているので、うん、これはもう、えって思い、うん、思いさせるような。まあ、連投、連投、また連投、先発で投げた翌日リリーフで投げてみたいな、そういう、<laughs> まあ今考えればめちゃくちゃな、働きをしてたわけですよね。そうですよね。うん 訴訟されてもおかしくないくらいのレベルなので、それは。<laughs> でも、まあ、福士選手は、それをやったと。っていうことで、まあ、いろいろ名前は知られたわけなんですけれども、でも、その、30勝成し遂げた結果、肩などが壊れ始め、うん、まあ、いわば、いい選手から普通の選手になってしまった感じではあるんですね。で、まあ、えっ、ー、と、いろんな、そういうじ、 事故の中から、えっ、ー、と、自分を、まあ、83年の頃に戻したいという気持ちもあったかもしれないんですけれども。はい。覚醒剤で捕まったりもしたんですね。本当は、福士選手が理由として言ったのは、はい。ちゃんと投げたいからっていう理由だったんです。<ー>86年、うん、7年の頃なので、うんうん、でもやめられなくなっちゃったっていう感じで、で、ずっとやっちゃって、それがまあ、バレて。 日本に永久追放。その時はまた国籍は日本国籍だったので、日本に戻って、その後に2005年に亡くなられた。うん、また亡くなる時が、和歌山の麻雀店で、ファーに横になって気がついたら死んでいたっていう、なんだかとても寂しい最後だったんですね。そうです。あの、具体的に言うと、みなべ町はい。和歌山県のそうです。そこの駅前の麻雀ハウスで、はあ、まあ次の日に行ってみたら死んでいたと。はあ、だから完全にもう、 孤独死みたいな。どうして死んだのか、まあ、いろいろ噂はあるんですけど。うん、確実なのは、まあ、病気かなっていう。まあ、鉄屋麻雀とかね、体に負担のかかる仕事なんで、うん、なんかそういうことをずっと続けていたら、やっぱり体には応えるんだろうなというのは思いますけれど。うんうん、とにかく、覚醒剤で追放され、最後はその自分が経営していた麻雀店で、誰にも見られずに孤独死するという。 実は、三味スーパースターズっていうのは本当にびっくりするぐらい弱いチームだったので、<laughs> 日本で最近翻訳された小説が、パンミンギュさんという方が書いた、三味スーパースターズ最後のファンクラブっていう本があります。はい、ここにもやっぱりその出てくるんですよ、この福祉。はい、そうですね。ちょっと読みますね。僕ね、ここの部分がやっぱりすごく大好きで、とまあ、82年に三味スーパースターズっていう委員長に本拠地を置くチームは、記録的な <laughs>、えー、負けを続ける、<laughs> ええ、今も破られてない伝説の記録です。悪い方向で。伝説のシーズン勝率1割8分8輪。<laughs> すごいよな。15勝65敗。ええ、後期に至っては5勝35敗の1割2分5輪。チーム最多失点20点。<laughs> OB ベアーズに16連敗。あれはシーズンで OB と戦って全部負けたっていう。全然全く一勝もできなかったという。<laughs> はい、まあ、そのぐらい。 めちゃくちゃ弱かったチームなんですよ。それがただ単の80年に全部成し遂げたっていう。<laughs> <年で> <laughs> あ、ありえないくらいの、うん。<laughs> 断突再開だったわけですね, <laughs> ね。で、さてこんなに弱かった、韓国プロ野球の最初のシーズンで記録的な大敗を喫した、えー、最弱チームに、二人の、言ってみれば当時の韓国人からすると外国人選手的な、 え、選手がやってくるわけです。ちょっと読みますね。そしてこの年の1月17日、限界灘を越えてくる大韓航空747号機の基地中には、ちょっと身にもただ者とはお見受けできない二人の男が乗っていたのであった。まさに、チャンミョン部とイヨングである、タヌキ。 鉄腕のたぬきこと、ちゃんみょんブ限界などを越えて、突然と現れ、静かだった韓国全土に、ラーメンは、脳神たぬきラーメン、脳神のぐりラーメンですね。<laughs> ね<え>ゲームは、ポンポコたぬき野球は鉄腕のたぬきというキャッチフレーズを浸透させ、あまたの野球解説者を呆然自失に陥らせた彼は、韓国プロ野球史に長く残る、真の超人であり魔人であった。 ああ、その頃韓国で自ら強豪と認じていた者たちを嘲笑うかのように彼は1983年のプロ野球を血に染めた。その記録を紐解くならば次のようになる。シーズン最多出場投手60試合。シーズン最多勝利30勝。シーズン最多敗戦20敗。<laughs> シーズン最多先発44試合。シーズン最多関東36試合。シーズン最多完封5試合。 シーズン最多投球回数、427回3分の1。シーズン最多ダ三百388本。シーズン最多投球数、5886球。そうだ。世の中には時に説明不能な出来事が起きるのだ。我々をそれを不可思議と呼ぶ。模範試合、あ、これはオープン戦ですね。で、1位を記録して衝撃をもたらした三位は、83年前期リーグの始まりとともに戦闘を失踪し始めた。 特に、チャンミョン部は、3週間という短い期間に8回連続関東勝ちという実際に見ても信じられないような大記録を打ち立てた。メディアは我先にサン位の反乱を報道し、また昨年、サン位にシーズン全敗の地獄を味わわせた優勝チーム OB が下位に転落したことと比較して報道した。と、まあ、こんな感じで <laughs>。<laughs> <laughs> なんかもう、本当と、ね。そう。とにかくすごかった人。 그런데 그런데 이영원 씨가 고향이 인천이신가요? 아니에요, 저는 서울입니다. 서울이에요. <웃음> <웃음> 아, 근데 왜 잔면부라는 그 사람을 초점을 맞춰서 낙기 만들려고 하시는지 그거 좀 설명해 네. 보시겠어요? 제가 어, 초등학교, 중학교, 고등학교를 어디서 나왔냐면은 목동에서 나왔거든요. 어. 목동이라 하면은 히어로즈. 예. Yeah. <laughs> 그 당시에 처음 생긴 어. 막 거. 생겼던 제가 어. 고등학교 때인가 응. 생겼던 것 같은데 제 기억에. 응. 그때는 아마 최악 그 단이었죠. 네, <laughs> 엉망 진창인 <laughs> <laughs> 선수 다 팔고 뭐 어. 말하자면은 <laughs> 그런 팀을 알게 된 거죠. 근데 저는 이제 목동에서 학교를 다니면서 집도 가까웠거든요. 목동구장이. 저건 뭘까라는 생각이 원래 처음에 들었어요. <laughs> 야구를 좋아하기는 했는데, 음. 설마, 야구 구단이 생길지도 몰랐었고, 어. 집 앞에. 아. 그러고 있다가 음. 이제 해서 그 야구를 보게 되면서, 야구, 프로, 한국의 프로야구에 흥미를 가지게 되었고, 어허허. 그리고 더, 거기에 더해서 이제, 역사? 음. 왜이 구단이 여기에 갑자기 생겼는가를 찾다 보니까는 사실은 말하자면은, 뭐, 인천에서 흘러들어서 오다가 해체돼서 <laughs> 다시 재창당된 아 그런 팀이었다는 것도 알게 되고 그 가운데 음. 잊혀진 역사까진 아니더라도 남아있던 음. 역사로서 그게 장명부 선수가 있다는 걸 알게 되었고 아 그런 것에서 좀 감명을 감명 깊게 받아서 좀 찾아본다가 다큐까지 만들게 되는 아 <laughs> 말하자면은. 덕질을 해도 음. 끝까지 하는. <웃음> 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 그렇구나. <웃음> 네. 근데 뭐 생각해보니까 아마 그때. 이제야 뭐, 히어로즈도 한국 시리즈에 진출한 것처럼, 뭐, 강국근왕이 됐지만은, 되게 약했고, 설마 먹당 야구장에, 그, 사실 그 서울에 되개 이미 프로야구 팀이 있었고, 잠시 야구장이었잖아요? 예, 네, 맞아요. 잠실 야구장에 비하면, 뭐, 말하자면 뭐, 조라, 조라하다거나 <laughs> 야구장 자체가 뭔가 뭐, 옛날, 옛날 80년대, 90년대 프로야구를 좀 생각하게나, 그렇죠. 생각나게 하는. 그죠 음. 거기는, 외야에 앉을 수 있는 곳이 없어요, 목동구장은. <laughs> 그냥, 응. 외야에는 뭐, 응. 아무것도 없고, 어. <laughs> 그냥 이렇게, 뭐, 응. 전광판이나 좀 있고, 외야만 어. 이제 보는 건데, 응. 거긴 그니까 아마추어 야구장이죠, 말하자면, 음, 원래는. 원래 아마추어 야구장이었죠? 네. <laughs> 네. 근데 걷다가 <거기다가 웃음> <응>. 프로팀을 만든다고. <laughs> 아마 그때만 해도 뭔가, 뭐, 80년대 3위, 3 슈퍼스터즈 대략이 없다고 할 수가 있는 것도, 약간 그런 느낌도 좀 있었잖아요? 맞아요. 그냥, 어. 현대. 현대도 음. 뭐 많이 망해 간다고 해야 되나? 할때그 팀을 아예 부셔서 다시 만든 거기 때문에, 뭐, 이루 말할 수 없었고, 선수들도 뭐 좋은 선수들이 있었지만은, 음. 구단 운영을 위해서 다 갔다, 좋은 선수들은 다갖다 팔고, 음. 그러니까는 팀은 자연히 약해지고, 음. 약해지니까는 뭐 이제 맨날 지고, 뭐, 음. 꼴찌 직전까지는 했던 것 같은데. <웃음> <웃음> 80년대 그 때였던 제일 한국인 선수는 여러 명 있었어요. 뭐, 가장 유명한 게 아까 말, 아까 제가 말씀드린 그 니우라. 그 한국에서는 김일윤. 네. 응. 김일윤 선수가 굉장히 유명했는데, 그왜 하필 잡면부였는가. 음. 그것 좀, 좀 설명해 주시겠어요 김일윤 선수는 음. 잘한 선수였죠. 다큐 영화에서는 나오진 않았지만, 이제 이영구 선수가 해, 해셨던 말이, 우등생. 음 입니다. 아, 뭐 네. 아, 아무래도 아직도 뭐 한국의 프로야구에 좀 인연도 아직도 갖고 있고. 네. 음, 아직도 왔다 갔다 하면서 지금도 한국 스포츠 신문에 그 칼럼 같은 것도 쓰고 그 해설도 하시고. 예, 네, 맞아요. 네, 그런 분이잖아요. 네. 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 근데 그냥 이제 자기 할 것만 딱딱 하는 건고 음. 그게 뭐 저는 나쁘다고 생각하지는 않는데. 음. 말하자면은 완벽하게 갖춰진 야구 선수? 그에 반해서 장명부 선수 같은 경우에는 뭐 사생활이 아주 그냥 장난 아니거든요. 쉽게 말하자면은 좋지 않은 소문들도 많이 있고, 뭐 말하자면은 뭐 여자가 많다든가 주변에 도박 <laughs> 좋아한다든가 술도 뭐 이로 말할 수 없을 정도로 좋아하고 담배 피고 그렇지만 본인이 좋아하는 야구에 대해서는 진짜 자기 몸을 불태워서까지 야구를 하는 완벽한 선수는 아닌 거죠. 말하자면은 뭔가 하나 좀 결여되어 있는 저는 근데 완벽한 거에 이야기성이 있다고 생각하진 않거든요. 어, 어 예. 음. 完璧하지않아야만、더사람들에게감명을깊게해주는그렇기때문에、김일룡선수이야기보다는、장명구선수이야기가좀더、가슴깊이남았지않았나。なるほど。やっぱりその、完璧で優等生で、今もなんかみんなにいい記憶として残っている人よりも、なんか人間としては欠陥が <laughs>、<laughs> 人間としては優等生ではないけど、多分そんなに今、韓国で覚えている人も少ない。うん。ですよね。まあ、覚えている方は、 割と覚えてらっしゃるんですけれども、ああやっぱり覚醒剤とかいろいろあったので、なんていうか、あの頃はすごかったなだけど、やっぱなんか最後があんまり、うん、終わり方があんまり良くなかったので、そうですね。なんかやっぱりそういう人に魅力を感じるっていう。自分自身も、そんな完璧な人間でもないし、うん、でも、だからこそ語りたいっていう。はい、こういう人生のを見て、我々が何を学ぶかっていうのもあると思いますし、うん、または、 難しいんですけど、今も日本にはたくさん在日関係の問題もあると思いますし、ただその中で苦しんだ人がいたっていう、そういう話にもなれますし、もういろんな話が混ざっている感じの。 そう。内容はまたちょっと折って、いろいろ折っていきたいと思うんですけども、この映画には本当にいろんなことが書かれていて、その、福祉という人の生涯をたどることで、日韓関係の政治のムーブも見えてくるし、在日コリアンの追い立ちに込められた抗えない歴史みたいなことも出てくるし、なんだか本当にあの、1時間の短い作品なんですけれども、いろんなことが語られている、作品だと思うんですよね。ありがとうございます。す さて、その三味スーパースターズの話にちょっと戻りますけれども、うん、シーズン30勝という不滅の記録を打ち立てたチャンミョン部ですけれども、その投げすぎがたたって翌年ガタッと調子を崩してしまいます。ちょっとそこの部分がですね、さっきの三味スーパースターズ、最後のファンクラブからちょっともう一回引用して読んでみたいと思います。 最多勝利投手だったチャンミョンブは最多敗戦投手になっていた。イムホギュンが乱調をきたし、キムジヌとカンガンオクは負傷に苦しんで打線は沈黙。イヨングは最多併殺打者となり、真のヨング永久に生まれ変わった。サミは再び、はい、負けという字のつくあらゆる記録、もちろん自ら打ち立てたも,て打ち立てたものを一つ一つ塗り替えていった。 84年にはゲーム打率2割3分7厘で82年に自ら樹立したシーズンチーム最低打率の記録を更新し85年にはちょうど1年前に自ら打ち立てた16連敗の記録をやはり自らの手によって塗り替えてしまった伝説の18連敗を記録した今もその記録も歴代の最大連敗として残っているわけなんですねおほほう <laughs> この不滅の記録を専門家たちは口を揃えて、三味のライバルは三味だけと褒めたたえた。そりゃそうだ。<laughs> いや<ー> <laughs> 涙が出るほど遠い地球からある日、チャンミョン部は投げられないのではない、投げないのだという怪しい噂がかすかに伝わってきた。噂の中身は次のようなものである。83年の契約当時、チャンミョン部は30勝したらいくらくれるかと球団オーナーに尋ねた。30勝オーナーは考えた。そんな冗談ってあるかいと。 パクチョルスンの24章が神話と呼ばれているのに、オーナーは、たとえ空が崩れ落ちてきたとしても、ウラルアルタイなマスクをしたチャンミョンブがアングロサクソンなパクチョルスンに6章も上回るはずはないと思ったのだ。そこで、1億と答えてしまった。もちろんチャンミョンブはその言葉をまともに受け取った。問題は、歯を食いしばったチャンミョンブが本当に30章したことから始まる。約束通り1億くれというチャンミョンブに、オーナーは汗を流しながらこう答えたという。は,ははは、ありゃ冗談だと思ってたんだけどな。金なんかないよ。 <laughs> その噂はいくらも立たないうちにスポーツ紙に正式に報道され、冥王星の周りを回っている僕のリアカーの上にもポンと正確に配達された。驚いたことにそれは事実だった。冗談だと思ってた。それでああだったのか。<laughs> <laughs> <laughs> と、まあ、面白おかしく書いてますけれども、この逸話は結構有名な話で。そうです。えっ、ー、と、はい、私のドキュメンタリーでも、当時の新聞記者であった、今は、 韓国野球委員会の資料収集委員長をやってらっしゃる本さんがそのことについて喋るわけなんですけれども、福士さん、いわばチャンミョンブさんが、あの、先に1億要求したっていうか30所したらいくらくれるかをしたわけじゃなくて、うん、三味の社長が先に言ったんです。これは別に、福士さんはもともと主張してはなくて、うん、まあ1億っていうのも、まあ、 飲み会でいわば。うんうん、行って、30勝するっていうのは、記者会見でまず先にした話なので、聞くにも驚く話じゃないです。こうすると、優勝圏内に入るわけなんですよ。30勝一人が30勝するだけで、うん。まあ実際にこの年は、1勝で優勝逃して2位だった。そうです。まあ、あの、いろいろ、そ、その話もいろいろあるんですけれども。うん、で、なんか社長が聞くにも、ええー、そんな30勝できるのかって言って、まあ飲み会で、 まあ、酔ったと思うんですけど、私的には。お前本当に30社するなら、私が1億ウォンあげる。1億ウォンは、まあ、今の値段だと1000万円ぐらいですかね。まあ、その上げると。でもまあ、本当にやるかも知らなかったんだろうし、飲み会で言う話は韓国であんま信用できない話なので。まあ、的に。 でも、日本は違うじゃないですか、文化が。まあ、飲み会で言っても、言ったことは言ったことじゃないですか。<laughs> うん、それはちょっとどうかなっていう気もするけど、そうですよね、うん。でもまあ、とにかく、ええー、うん、とにかくチャンミョン部はその話を本当に真面目に受けたというかね。はい。うん、それで、まあ、シーズン終わって、30周したので、一生コンくださいって言ったら、まあ、球団は球団でも、忘れたか、多分私は言ったと思うんですけど、言った後に忘れたと思うんですね。うんうんうん。それでなんか、まあ、 いや、そんな、そんな、ないよっていう <laughs>、うん。<laughs> そもそもの話で、三味と福士さんの契約は、公表された契約よりもっと高い二重契約でされていたので、はあはあ、それは三味球団が母体になる企業である三味っていう企業を騙して契約したので、はあ、なぜかというと国民世論が結構反発があったので当時、はあはあ、こんな年老いた選手を そんな大金を持って、持ってくるのかっていう話があったのに、加えて1億を要求されて、そもそも騙した金額で契約したのに、またお金を出さなきゃいけないっていうような状況になって、まあ、噂では社長であった方が、まあ、自分のお金でちょっとぐらいのボーナスをあげたっていう話はあるんですが、そこはまあわからなくて。 はあ、はい、なるほど。まあでも、そのシーズン30章、お金のためにチャンミョンブは投げたのかっていうと、必ずしもそうではないっていうことが、まあ映画の中ではね。そうですね。あの、そこは、えー、大事なとこだなと思っていて、うん、で、えっ、ー、と今、この朗読の中で出てきたイ・ヨングという選手は、実は木山 A 久という、この人もまあ広島カープにいた選手で、福祉、チャンミョンブと一緒に、韓国に渡って同僚になるわけなんですけども、この人が証言してて、ね。 そうですね。まあ、金のために投げてるんかっていうのは、一年だけ頑張って次の年どうなるかわからないので、うん、それはないと思いますっていうのが言葉としてあの方は言ってい,いらっしゃったので、なぜかっていうと、チームを盛り上げてやりたいっていう気持ちがすごかったというのが、あの、木山さんの表現として出てくるわけなんですね。前年度に歴史的な大敗をしてるチームだから、それをぬ、拭わしてやりたい。 ひっくり返してやりたいっていう言葉をずっとされてて、それで投げていたと。うん、まあ、福士さん、チャンみョンさんも、本当はグラウンドの裏ですごく緊張されてて、うん、なんて言うんですか、ウェッとなるような、そういう、吐き、吐き系みたいなのもされていたし、そういうのを隠してマウンドの上では、 ちゃんとやることで、ちょっとチームを盛り上げてやりたいっていうのはすごく当時気持ちとしてあったと証言されてたので、まあ、あの、吐き気とかは映画の中では出てこないんですが、福山さんが言ってらっしゃったので、多分確かかなって。あと、まあやっぱり、なんか、韓国野球を強くしたい韓国野球を生きるのを聞くのうん。그런말씀도하셨죠ね、うん、아주、幕宣言、韓国野球を、プロ意識が아직、제대로정착되지않은、 야구였기 때문에 하지만 어디선가는 배워와야 하는 야구인데 그때 제일 동포분들이 와서 기여한 부분이 있고 실제로 기여가 됐고 그런 공들이 있다는 거는 이제 영화에서도 감독님 전 삼성 감독이신 분이 알려주셨던 내용이고 말하자면은 이건 키아마상이 얘기한 거긴 한데 이제 세계를 노리고 야구를 하기 때문에 한국 야구 로컬 룰로는 안 된다. 라는 거를 알려주셨기 때문에, 그런 것도 이제, 그런 모든 면에서 한국 야구를 강하게 하고 싶었던 의지가 강했던 게, 막, 그 당시 제일 동포들도 그래 했을 거고, 장명부 선수도 그래 하지 않았을까라고. 저는 생각합니다 아까 말씀드렸던 것처럼 그~ 그때 그때 당시만 해도 그~ 일본에서 온 야구 선수라면 연병 네. 연병에 가까웠어요 사실 그런 외국인 선수에 가까웠던 그러니까 좀 아주 그~ 수준이 뛰어난 그런 선수처럼 받아들였던 것같아요 그러니까 뭔가 그~ 수준 차이를 보여줘야 한다 그래서 뭐~ 한국 야구를 키워야 한다. 어, 그런 의식이 강했던 것 같습니다. 그영화를 응, 보면서 그런 것좀 느꼈어요. 네, 아마도 말하자면 한국 야구위원회에서도 그런 생각이 있었기 때문에 계획을 세웠던 것 같고. 음, 예, 음. 그렇죠. 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 그가 せず、何年で現役終わっちゃうんでしたっけうん八86年ですかね。ああ<ー>、うん、そう、あの映画の中で当時のテレビインタビューが出てきて、あの年30章しなければもうちょっと長く活躍できたんじゃないかっていう記者の質問に、福士さんチャンミョン部は泣き出すんですよね。そうです。うん。多分 本人もいろいろ思うことがあるんでしょうけれども、まあ本当はしなければよかったかもしれないっていうのは本人が言っていたので、あ<ー>はあ、い、三30章じゃなくてまあ普通にまあ20章ぐらいで、まあそんぐらいでよかったんじゃないかっていう、っていう後悔をされてて、まあ18年もプロ野球やったのにっていう言葉が私はすごく、何のためにっていう、あ,あそこまでプロ野球やってて何のために、 っていう言葉が今でも記憶に残るわけなんですけれど。うーん。どうなんだろうでもなんかやっぱり優勝にあと一歩で手が届くってそれがほとんど自分の肩に全てかかってると思ったらやっぱり息に感じて投げちゃうだろうなやめられないですよね、そういうのは本当に。で、また彼の場合はやっぱり人間ってその太く短く生きるか細く長く生きるかみたいなところってどうしてもいろんなとこで選択の 迫られるところがあって、彼はやっぱりそこでなんか太く短く生きることを、まあ選んだというか選ばざるを得なかったというか、自ら進んでそれを選ばざるを得ない境遇がどんどんまあ自分の前に開けていったんだろうなっていう感じはするんですよね。そうですね。まあ、福士さんってそもそも強いチームに行けば、そんな無理しなくてよかったんですよ。<laughs> 本当は。そう,ね、<laughs> <laughs> そうだよね。そ、まあ、うだよね。まあ、 当時といえばヘテとか、今はキアタイガーズとかは、まあそこら辺のチームに行けば強いチームなので別にそんな無理して投げなくても他の選手が支えてくれたと思うんですよ。でも彼がいたチームは全部弱かったチーム。86年も弱かったチームだったので最後まで、それがいわば不運っていうか、まあ残念なところではあるんですね。 そうなんだよね。まあ本当にびっくりするぐらい弱かったチームを一人で背負っていたというところで、しかもそれが自分が活躍することでなんか結構成績がかなり変わっちゃったりすると、使われなかった部分で、ここは惜しかったな、ここはなんか、なくなくカットした部分とか、うん、あの面白いエピソードとかあったらちょっと教えてもらえませんか、うんはい、まず先に言うのは、まあなんだろう。 福士さんが裏でどういう姿だったのか。グラウンドの上じゃなくて。なぜかというと、福士さんは言っちゃえば、日本語しかできなかったので、当時は。一緒に見た選手は、木山さんしかないんですよ。本当は。その、本音を聞いた選手は、もうそれこそ本当に木山しかいなかった。はい。だってまあ、木山さんは、映像には出てこないんですけど、当時、三味球団がアパートをくれるって言ったのに、なかなかアパート探してくれなくて。<laughs> <laughs> まあちょっと球団があれだったので、さっきの話からすると、1億ウォンのボーナスからしてちょっと変な球団だったので、<laughs> 確かにね。<laughs> <laughs> それでアパート探してくれないからホテル住まいしてて、そしたら福士さんにもアパートくれたんですよ。球団がアパートと運転手と車までちゃんとくれて、<ー>それでソウルで過ごしてたんですけど、きあの福士さんは、はい、そうすると木山さんがホテル住まいしてるのを見て、お前だったらうち来いよ。うちで過ごそうって居候させてもらったっていう話を聞いたんですは<ー>それも映像には入らなかった部分。ああ、そうなんだ。それで一緒に車乗って球場行ったりしながら、まあ 南の方にあ、南っていうか、他の地方行くときはバス一緒に乗るんですけれども、はい、そうじゃないときは車で一緒に渡りながら会話を車の中でいろいろされてたと。ああ<ー>、はい、なるほど。何を教えたいっていう気持ちがあったのかっていうのも、喋ってらっしゃったっていうのは聞いたので、うんはい、韓国野球の中で自分がやれることっていうぐらいは喋ってたと思うんですけれども、はい、ほうほう。まあ 詳しくは、木山さんも覚えてらっしゃることではなくて、あ<ー>まあ、いわば30、40年を過ぎたことで、でもまあ、印象に残った部分がたくさんあったと。83年だけは。はいはいはい。そういう話もそうだったし、あとはまあ、福士さんの私生活に関する話とかは、うん、本当は、あの、立体的な人物像を見せるためには、ちゃんと載せたかったんですけれども、あの、1時間以内に作らなければいけなかったので、 載せたいけど載せられなくて、あの、いい部分だけ見せたかなっていう気も若干します。<laughs> やっぱり結構、韓国では破天荒な生活を送ってたんだろうなと、<laughs> まあ、言う気はしますよね。そうです。なぜかというと、まあ、彼は日本国籍だったので、当時、はい、まあ、ソウルにある爆打できるところ、出入りができた。ああ、カジノ。はい、カジノです。はい,は,いは,いはい、はい、は、え、い、っと。 その証言は監督さんがされてて。<ー>本当は、彼をこう、後ろから支えるぐらいの代理の人がいたら、彼はもっと、ま、共に生活できたんだっていう話をしてて、もう、ぶん殴ってまで家に閉じ込めさせて、ちゃんと、そういう規律を教えれば、もっといい選手になれたかなっていう後悔をされていたので、お金を別の人に管理させて、そうすれば、いい記憶としてもっと残ってたんだろうなっていう。 話をされてましたね。なるほどね。まあそういったところから、後にヒロポンに手を出したりとか、まあそういう悪いつながりもできていくのかもしれないけれど、でもやっぱり大変孤独な韓国生活を送っていたんだろうなという気はするんですよね。やっぱりまあそもそもやっぱり言葉が不自由だから、 이映画の中に, 이복개, 이복형, 네. 응, 정말 잘 찾으셨네요. 아, 그런 사람이 있었다는 거 우리도 몰랐고요. 네. 지금도 그 천안에 계시는 그분이 왜그 장면부라는 사람이 도토리에서 태어났는지, 음. 응, 그런 것도 이, 얘기를 하셨고, 네, 여러 맞아요. 가지 뭐, 전쟁이나 그 식민지 지배 같은 게 만든 그 역사의 비극이라고 할까在日韓국人이やっぱり나ぜ存するのかみたいなところから実はそこはやっぱりいろんな個진시가本当に激動の個진시가 음. いろんなか、家庭ごとにあったりするわけなんだけど、本当にその中の一つなんだなっていう、そのイボ系要するに、腹違いのお兄さんと福祉は言葉が通じないわけですよね。そうです。でそもそも、どうやって、 彼を探すことができたかっていうと、イボクション、コメントを残していたんですね。その腹違いのお兄さんの孫の女性の方なんですけど、私もちゃんと覚えてますよっていうことで、まあ、それでそれを見てメールをしたんですね。そうだね。ほう、こ <noise> れ<声>、댓글は어디남았었죠ネイボーブログで、<noise> 제영화에나오는홍순일편집장님、지금은もう위원장님인데、<noise> 위원장님이쓰신글이있어요。이제연작으로쓰셨는데、그글제일마지막에댓글이달려있거든요。<noise> 그걸 보고 이제 저는 메일을 한 거죠. 어, 저, 뭐야, 네이버 메일로. 음. 근데 그 손녀분이 평소에는 네이버 메일을 하, 절대 안 보시는데, 그날따라 여셨대요. 제가 메일을 딱한 날. 어, 뭔가 뭐, 어. 신에 계시네요. 저는 그거를 장명구 선수가 또 왔다라고 말하고 다니는데, 아무튼 그걸 봐주셔서 연락이 닿아서 가서 취재를 하게 된 건데, 음. 편집된 부분이 많죠. 그 부분 같은 경우에는. 이복현 같은, 거, 왜냐면은, 그렇게 일본욕을 많이 할 수가 없어요. 사실은 아... <laughs> 본인이 쌓인 게 많잖아요. 아... 그 부모님 없이 자랐다는 거에 대한 불만이라고 해야 되나. 음... 그거에 대해서 되게 깊은 아안 좋은 감정을 가지고 있었기 때문에 그런 부분을 어느 정도는 전달이 되게 아마 그 잔면부라는 동생이 있었다는 거 그냥 뭐 영화 안에서는 그냥 반갑죠 반갑죠 라는 그런 얘기를 했었는데 아마 그런 반갑다라고만으로는 말할 수 없는 음, 자첩한 감정이 있을 거예요 아마 네 맞아요 그게 처음 본 동생이잖아요 말하자면 완전 남처럼 보일 수도 있는 거고 아무도 모르는 거니까 사실 말하는 말투도 그렇고 약간 단순히 좋았 좋았다라고는 생각할 수 없을 거예요. 영화를 직접 봐주시면은 이제 알겠지만 음... 실제로 그분이 말씀하시는 거는 전혀 완전 반갑다는 아니거든요. 그렇죠. 네. 음... 아버지 역할 수도 없고 그렇다고 또 돌아올 수 없었냐 하면 그것도 아닐 거거든요. 그 아버님께서는 왜냐면은 한국 한국은 당시 여행이 자유롭지 않은데도 아들이 자꾸 갈수 있었으니까 58년 뭐 59년 이럴 때는 건너가기도 쉽지 않은 건데 가셔고 했으니까는. 그게 왜 그럴까 생각을 해봤는데 기반을 거기에 잡아버려서 어. 돌아갈 수 없게 된 약간 음. 왔다 갔다 할수 있어도 돈을 벌어야 되는데 한국 와서는 뭐 당시 한국은 대단히 가난했기 때문에 음. 가서 뭘할 수도 없고 약간 그런 상황에서 놓여서 어쩌지도 저러지도 못하는 약간 그런 음. 모습이 좀 보이지 않았나 싶기도 했고요 음. 아마 그잔면부잔면부 잔면부 선수 입장에서 보면 아마 그 굉장히 외로웠을 거예요 아마 그런 일본에 대한 좀음 반감 같 아마 그때 한국 사회에서는 지금보다 훨씬 강했었죠 그러니까 뭐 일본에서 온 선수라면 게다가 제일 격포라는 그런 사람한테 일반 한국인이 느끼는 감정 아마 그것도 좀 약간 반감 섞인 것도 있었을 거예요 그렇죠 왜냐면은 한국은 약간 민족주의가 그 당시에 대단히 강한 나라였기 때문에 말하자면은 일본에서 살면서 한국말도 못 하고 그런 거는 이제 키야마상 그러니까 응. 이영구 선수도 증언했지만 영화에는 실지 못한 부분이었는데 어. 말하자면 뭐 한국에서 와, 건너왔는데 너는 왜 한국인인데 한국말도 못하 배운 적이 없다 하니까는 부모님 이 있을 거 아니냐. 그런 식의 약간 공격적이라고 해야 되나? 응. 배타주의적인 성향이 보이는 게 있어요. 어느 정도. 응. 이영구 선수도 그러했고 아마 영화에 등장하는 부분이지만, 뭐, 그 당시 일본에 사는 제일 동포들 또한 일본인들에게 겪었던 게 있었을 것이고, 서로의 아픔이 생기게 되는? 말하자면, 음, 일본인이 아니니깐 뭐, 그 감독님이 증언해주신 걸로는 뭐, 두들겨 맞네, 뭐, 그랬다는 것도 있지만, 그런 게 참, 음, 복잡한 것 같아요. 제가 보기에는일본から来た在日選手に対する複雑な感情もあって多分それはファンからも まあ同僚の選手からも感じてただろうし、なかなか多分本当に孤独だったんだろうなという想像はしますよね。うん、そうですね。まあ、ん全、すべての人生において、まあ、孤独から始まって結局孤独から終わる彼の人生っていうのが、うん、若干そういう感覚がありましたね、私はうん。本当に見ていただくと、いろんなものが詰まった日韓の歴史もそうだし、80年代のプロ野球っていう、まあ、 あの、現代に果たした在日韓国人選手の役割みたいなことも、あんまり今知ってる人少ないですよね。そうです。まあ、これは映画に載ってないんですけど、パク、サムソン監督、元サムソン監督さんが言った中で、もらう分だけもらって捨てようっていうセリフが出てくるんですね。ちょこっと。それは、まあ、私にとってはすごく、 悲しい話だったので、載せられなかったんですけれども。や<ー>ば福士選手に関する話をする中で、私生活がそんな悪ければ、まあ、いいところだけ取って、悪いところは捨てよう。その野球を教えてもらえば、次は、もんなしだから、っていう感じで言ってらっしゃったんですよ。そういうのが全般的にあって、完全に忘れられたわけではないけど、ちょっと、ますごく忘れられたかな、っていう。 印象が私の中にあるんですね。在日同胞もそうだし。うん。だって今の韓国見てもあ、例えば新藩銀行とか在日の民団が寄与したっていう知ってる人ほとんどいないと思うんですよね。うん、そういうのをなんかもらうところだけもらって忘れちゃったのは、私としてすごく悲しいし、もっと覚えていただきたい。たなぜかっていうと歴史って、 切っちゃったら歴史じゃなくて、ただの出来事に過ぎないと思うので、そういうのをちゃんと受け、受け継ぎたいっていうのが、私の思いなんですよね。福士選手は、韓国での現役は、4年で終わったのかなそうですね。その後、コーチの仕事を、あのー、やるんだけれども、あんまりこう、続かなかったっていうくだりが、はい。出てきて、はい、それは、 教える技術はあるんだけれど、チームと折り合いが合わなかったり、いろんな反発を招いたりしたっていうような話が出てきて、なんかあの辺が実はなぜなのかっていうのがあの映画でうまくわからなかったんですけど、なんか言えない話があるんですかありますね。まずはサムソンに呼ばれる時の前に個人、 個人で教えたっていう話が出てくるんですけど、それは本当は、その当時のルールでは禁止なんですよ。ああ、なるほど。<laughs> まあ今は言えるって言ってたんですけど、あの監督さんは。私の映像で初めて、あの監督が言ってらっしゃったんですね。サムスンでそもそもなんで受け入れられなかったかっていう。はい、サムスンは、テグを地元にする球団ではあるんですけれども、その特色っていうのが日本で言えば共頭的な ああ、ちょっとこう、<laughs> 保守的で <laughs>。外部のものは受け入れない。うん。その監督ですらデグの出身なもんですから、他のコーチもそうだし、よそ者の中でも本当のよそ者じゃない日本から来たよそ者。はい、だから排除するそういうのがあって、まあ、雰囲気に負けて1年ぐらいしかやれなかったって言ってましたけど。はあはあ、雰囲気に負けた。へえ。本当は仕事は仕事として見てもらうべきだと思うんですけど、そういうのが、 なくて、まあ、いろんな理由をつけて、排他主義っていうか、まあ、排除しようとするのがあったし、<ー>それに、プサンで、今度はロッテジャイアンツでコーチ生活をするわけなんですけれども、はいはい、まあみんなあんまり良い目で見てないのに加えて、当時の記事に載ってるんですが、ファンと喧嘩しちゃったと、福士さんが。 あーうん、でも当時のロッテについて理解できる人はみんなわかると思うんですけど、日本で例えるならば阪神タイガースみたいに <laughs> <laughs> 強い何かがあるんですよ、ロッテには。あ,<ー>ありえないくらいの。<ー>ロッテはいつも 下手だったので野球が。それでなんかちょっと文句言って喧嘩したのではないかなって勝手に想像してて、当時の記事にもファンが処罰を求めていないって書いてあったんですよ。それでまあコーチも辞めてしまったっていうこともありますしね。やがてヒロポンに手を出し、うん。あ、まあヒロポンは言っちゃえばその工事をやってる頃にも辞められなくて出してはいたけど、 91年にバレたと、それ。プロ野球の選手ってのはもう、現役に対して解説者とか、プロ野球のコーチ監督になれる人なんてほんの一握りで、自分で仕事を探しながら頑張っていくしかないっていう世界ではあるとは聞きますけど。そうですね。木山さんだって、あれですよね。 今、ラーメン屋やってらっしゃるんじゃないですか。うん、ねえ、なんかでもあの、広島のユニフォームを着て出てきたところなんかは、自分の元いたチームに対する愛着が強いんだなっていうのをなんかすごい見てて思いましたね。うん、本当に会話す,するときに、自分がもっといい選手だったらなーっていう悔しい気持ちがちょこちょこっと出てくるんですよ。その直接言葉で言わないんですけど。あ,<ー>あもっとよかったらなー、もっと頑張れたらなー。うん あとはまあ、頑張るだけじゃダメ、ダメなんですよね、プロ野球選手はっていう言葉も私に言ってて。スポーツ選手は本当に努力だけではどうにもならない部分がやっぱりありますからね、才能もそうだし、持って生まれた体格とかね、体っていうのもやっぱり大きいものだし、そういういろんな面で見える悲しさっていうのも感じて。まあそういう意味で福士さん、チャンミョンブっていう選手は、 いろんな意味で多分恵まれていて確かに今考えればもっと上手くやれただろうっていう後から考えることもできるんだけど彼はきっとシーズン30勝したからこそこうやって覚えてる人が映画作ろうと思ってるわけだしね。<laughs> そうですね。まあむしろ韓国にも酸味のもっと一つの映画があってシュスーパースターカムサヨンっていうお分かりになられるかどうか知らないんですけれどもでもその映画の主題になるカムサヨンっていうピッチャーは一生しか上げてない。 プロ、プロで、すべてのプロ生活で、だからこそもっと有名になる、あ、こともできたし、<ー>なんか、いろんな面白いのがあって、そもそも酸味、酸味っていうのが、みんなちょっとなんか、喋ってしまうく、減ったクソだからこそ喋ってしまう。<laughs> さっき読んだ、酸味スーパースターズ最後のファンクラブっていうのはもう韓国ですごく、あの、人気のあった小説ですけど、これもやっぱり、弱いからこそテー、ね、小説のテーマになってみんなが、<laughs> ええー、みんなが読むという。そうですね。 いわば日本の国鉄的なもんじゃないんですかね。なんかね、<laughs> 国鉄スワローズは弱かったけど、じゃあ弱かったからこそ愛されたチームかっていうとちょっと違う気がするんだよなあ、まあ、若干金田さんの影響が強かったのかな。<laughs> まあ金田正一っていう選手が一人で支えていたチーム確かにあったけど、うんうん、むしろなんか最近で言うと、 暗黒時代の阪神タイガースみたいなね<ー>。<laughs> まあ、金田さんの名前は、まあ、亡くなられて残念なんですけど、あの編、編あの、取材中に亡くなられたって聞いたので、<ー>そのパック監督が、えっ、ー、と、金田さんに関する話をすごくされていたので、本当は。はいはいはい。彼に関するあ話とか、自分が聞いた話。ええー。 いろんな話もされていたんですけれども、まあ、映画には合わないから載せられなかった部分もありますし、また取材を重ねて、うん、さらにブラッシュアップして、そうです、ね。するとなんかいい作品になるんじゃないかなと思って。うん、えと、今後はどうされるんですか韓国でこの映画をもうちょっと一般公開できるように、いろいろしたいなっていうのが今の現状なんですね。うん、はんはんはんただ、福祉選手だけの話じゃなくて、まあ、その中に、ちょ、ちょっと潜んでいるうん。 お互いの関係の問題とか、まあ、その中で苦しむ在日っていう存在に関する話とかも、ちょっと見てもらえたくて、うん、それでまあ、スポンサー探しとか、まあ、配給とか、そういうのをやろうとしています。で、くれで、ダキョウが電力武蔵野ミス大学へ입학한건아니었다たねえ、yeah, <laughs> 그쵸。これでもう하려고日本に留学をしてよ。日本に予들은다る 그런 분들이 되게 많은데 애니메이션에 저는 흥미를 가졌어서 원래는 그래서 이 대학 입학할 때도 맨 처음에는 저는 애니메이션 하겠습니다라고 면접 때도 말을 했었어요. 아 근데 애니메이션이고 다큐하고 완전히 완전히 뭐 180도 다른 세계가 아닐까요? 그렇죠. <laughs> 좀 많이 동떨어져 있는데 다큐는 사실은 애니메이션을 좋아하기 한참 전부터 집에서 봤었어요. 어. 그냥 이게 왜 그러냐면은 저희 집은 케이블이 안 돼가지고 케이블 아, TV를 <laughs> 케이블 t v 로 부모님이 안 해주셔가지고, 그래서 어. 이제 학교 끝나고 와서 틀면은, 쭉 장창 다큐만 하는 거예요, 말하자면은. 그, 어. 동물의 왕국, 이런 거. 어. 그런 거를 하면서 이제, 그냥 볼게 없으니까, 나는. <웃음> <웃음> 만화 영화도 많아고 뭐. 어. 그나마 그 중에 재밌는 게 다큐니까 다큐를 보게 되니까는 약간 다큐가 좋아졌었던. 하지만 애니메이션을 보면서 잠깐 잊고 있었던. 어. 그런 게 이제, 일본에 와서 영화를 만드는 가운데, 다큐 수업이 있었던 거죠. 이제 이 학교에 입학해서. 다큐 수업을 하면서 다큐를 만들어 보니까는 그 당시에 그런 기억들도 떠오르고 약간 새로운 뭔가를 하게 되는. 어. 그러면서, 아, 다큐 진짜 재밌다. 아. <laughs> 좀더 하고 싶다라는 어. 마음이 있었고, 영화도 좋아하기 때문에 여기 와서 영화, 영화도 만들고, 어. 막 그런 가운데에서 다큐도 만들게 된 거죠. 그런 작품은本当にたくさんの人に見てもらいたいなと私も思ったので. 저도 사실 80년대 한국 프로야구좀상생하기 기억하고 있거든요. 왜냐면은 그때 초등학생이었는데 뭔가 한국에 프로야구가 있다라는 영상인가, 방송에서 영상 봤나? 아니면 신문에서 사진 봤나? 근데 굉장히 놀랬죠. 자이언트가 있네, 음. 라이언트가 있네. <laughs> 근데 뭐, 유니폼도 뭔가 비슷비슷하네. 음. 근데 뭐, 얼굴도 뭐, 체격도 비슷비슷하고, 그런데 뭔가 다르네. 음. 음. <laughs> 이런 식 어, 뭔가, 이런 뭐, 비슷하고도 다른 그런, 팔라렐 월드 같은 게, 혹시 있나, 그런 거. 그렇게 관심을 가졌던 게 아마 제가 한국이라는 나라를 그 알게 된 계기가 된, 음, 여러 가지 계기가 있, 그때 있었는데, 그중 하나였지 않을까. 지금, 기억이 나는 거, 그리고 그런 거예요. 음, 그러니까, 삼이 슈퍼스타즈 같은 이름도, 아, 그때 좀 알게 됐고, 슈퍼스타즈는일본에는 없네. <웃음> 이런 <웃음> 식으로. <웃음> 그런 식으로, 뭔가, 제가 한국이라는 나라를 알게 된 처음 기억 중 하나였던 것 같고요. 근데 뭐, 나중에 그, 海峡 <laughs> 그 <카이큐오> 코에타 허무랑, 새끼가와 <laughs> 나츠오시의그 소설인데, 그때, 일본에서 유명했던 뉴라나 그런 선수가 뭐, 한국인으로, 한국에서 뛰고 뭐 있구나. 이런 식으로 알게 됐고. <laughs> 그래가 87년, 88년 됐고, 칼사건도 있었고, 뭐, 서울올림픽도 있었고, 뭐, 한국에 대한 여러 가지 뭐, 정보가 많이 많아졌고, 그때는 일본에서, 사실 그, 제 1차 한국 붐이라는 게그 87년이었어요. 아 어, 사실 그때 뭐, 한국말 배우자라는 붐이 어느 정도 일어난 게 그, 사실 80년대 후반이었거든요. 서울올림픽이 아 있으니까, 아 음, 좀 그렇구나. 한국을 알자. 한국에 가자. 아니면 한국말 공부하자. 중학생이었는데, 한국말을 공부 시작을 하면서 이주일로 자주로 한 그런 기억도 있습니다. <laughs> 야구가 어느 정도 영향을 주신 거네요. 말하고. 야구는 굉장히 많이 영향을 줬죠. 그러니까 뭐 제가 95년도에 한국에 유학을 했을 때도 뭐 시간만 있으면 친구랑 같이 잠실 야구장 갔었고 <laughs> 한신 타이거스 팬이었기 때문에 <웃음> <웃음> 아 지금도 팬이지만 혜택형이 잠실에 쓰으면 거기 가고 거기에는 그 선동열 선수가 아직 마무리 투수로 있었거든요. 아, 아유 그뭐 선동열 투수는 현역을 보았다는 게 얼마나 아, 그래요? 재미있는 일인데. 아 근데 그 선동열 투수는 그때는 현역으로는 좀 약간 흡방에 들어온 시기였고 선발 투수가 아니 마무리 투수였고 혜태도 그렇게 강하지 는 않았어요 아... 그 다음엔가 조니치로온게아음그쯤이구나응 그, 아, 아, 아. 어. <laughs> 그러면은 아주 <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 LG 선발투수는 이상훈 음. 와, 씨, 이상훈 선수를, 이렇게, 현역으로 볼수 있다는 게. 삼성 <laughs> <laughs> 리. 삼성 리. 아, 니본대와삼무 리. <laughs> 응. 그때는 8시 넘으면 콘자로 들어갈 수 있다는 그런 네, 규칙이 있었어요. 요새는 힘듭니다. 해봤어요. 뭐, 8회? 7회? 이때쯤 가서 들어가려고 하니까 막더라고요. 어. 그, 잠실고장 가가지고. 어. 안 된대요. 안 됐어요? 아. <laughs> 어. うん。8시됐으니까、こんちゃら、몇번들어갔っち론、もう、처음부터、もう,うも、一ちゃんこんサて入グ、들어ろ것도많았고。木刀具장은、가끔해주긴했는데。はははは。잠실은좀안해주더라고요。ああと <laughs>、ね、木刀具장면、ま、가능할것같고요。というわけで、あの、ぜひ、日本でも、上映されたらいいなと思ってますんで、映画のブラッシュアップも一つ、作品をぜひ、また、作成を続けてほしいなと、はい、ぜひ。思ってます。ぜひ、ぜひお願いします、本当に。 野球を知らない方でも見れるようなドキュメンタリーを作りたくて、本当はまあ野球だけの話じゃなくて、いろんな、いろんな面が感じられるドキュメンタリーだと思うので、うん、そういうところを含めて皆さんがちょっと見てもらえたら嬉しいなっていうことを思ってたりしています。はい。というわけで、どうも遠いところありがとうございました。ありがとうございました。